どうも、小走りです。今日はですね、すごい流行ってるものがあるじゃないですか。でも結構前から気になってて、こちらをチャレンジしてみたいと思います。ペヤング焼きそば激辛マックスエンドです。なんか変に食べたいなと思ってしまったんですよ。でも私本当に辛いものが苦手で、蒙古タンメンあるじゃないですか。蒙古タンメンの6辛ぐらいで1週間胃を悪くしたんですよ。辛いのが苦手なはずなんですけど、辛いものを食べたくなってしまうことが多くて、で今回もちょっと気になって食べてみようと思います。で絶対に食べきれないなと思ったんですけど、意地でも食べきりたいんですよ。だからいろいろコンビニで買ってきました。まず今スクラートっていう胃腸薬をまず飲みました。で次にこちら、食前にヨーグルトを食べとくといいということで、私が大好きなパルテの蜂蜜付きを買ってきました。なのでちょっとこれを先に食べていきます。はい、食べ終わりました。これで胃は大丈夫だろう。次、美味しく食べたいということで、いろいろ調味料を用意しました。まず多分みんなの味方、キューピーマヨネーズ。これは多分油分とかですごい辛みが抑えられるんじゃないかと思ってます。で次こちら、粉チーズ。これもなんか油分とかで辛みを抑えられるんじゃないかって思ってます。で次、鶏ガラスープ。なんでこれ選んだかっていうと、鶏ガラと辛いのだったらいける気がして選んでみました。旨味を足したい、美味しくしたいということは、こちら味の素、これを入れれば何でも美味しくなるんですよ。旨味として味の素を買いました。あとこちら、生ハム。巻いて食べたりすれば辛味とか抑えられそうじゃないですかなんか辛みがなくなりそうなので買いました。あと辛い系は、水だと辛さって強くなるらしいので、こちらのハニーミルクラテを買ってきました。だからこれを飲みつつ、いろんな調味料を入れつつ食べたいと思います。じゃあ早速作っていきます。作り方は普通のペヤングみたいに、まずこのフィルムを剥がします。中がこんな感じなので、こっち側から開けていきます。で火薬と激辛エンドソースが入ってるので、火薬を入れてお湯も入れていきます。よいしょ。で私はラーメンとか焼きそばはちょっと固めが好きなので、本当は3分なんですけど2分ぐらいで開けていきます。はい、2分経ったのでお湯を捨ててきます。お湯を捨ててきました。いい感じ。ここまではなんか普通ですね、やっぱ何も入れてないからでは激辛エンドソースを入れていきます。なんかソース自体は中濃ソースみたいな酸っぱそうな匂いあ、辛いわ辛い、匂いが辛いや、びっくりした。ハバネロみたいな匂いします。しっかり混ざりました。いやー怖い。ではハニーラテもいい感じにセットし終わったので食べていきます。うん、おあ、お、いった。いや、痛い、痛いや、喉が。あ、鼻出てきた。口を油分でコーティングする作戦。あ、出ない。辛い。なんかマヨネーズならいける気がしてきた。結構量いってしまったのがちょっといけないな、分からない量がいや辛っ。うわ、なんか単純に唐辛子じゃなくて痛さがあります。あー辛い。ハニーミルクラテが悪化させてくるいやちょっと買い物をしてきます。ただいまです。なんかもうね、口の中が辛いままコンビニさっき行ったんですけど、なんかもうそっちの方が地獄だったって
とかやってたのに、人前でやったら危ないじゃないですか、そんなの。だからもうめっちゃ口の中辛いのに頑張って真顔を装って、レジの時とかも放心状態でしたもん、こんなで、そんな中買ってきたのがこちら、オリーブオイルと豆乳を買ってきました。改めて食べていきたいと思います。こんな感じで全然減ってないので食べていきます。うん、オリーブオイルめっちゃ柔らぐ、でもめっちゃ美味しい。あー、うまっ、うまっ。あ、次チーズをかけていきます。うん、韓国料理とかにありそうな辛さになりました。なんか、いやでも相当マシになる。旨味を次は足していこうと思います。ああ、旨味とかじゃない旨味より辛さが勝つ。でもオリーブオイルが最強ですね、辛さを和らげる調味料。よし、次味の素いってみます。辛みが皆無なんですけど、味の素。え、なんで今のところ味の素が一番辛くないです。次マヨネーズを食べてみます。あ、マヨネーズ一番緩和に期待してたんですけど辛い。ちょっと生ハムをチビチビ食べていきます。うまっ。よし、ちょっと黙々と食べていきます。 M だと思えばいいの、自分のこと。私はド M。 なんかもう口がしびれすぎて辛さが分からなくなってきた。辛いんならどんだけ言っても辛い。あ、辛い。量で全然違う辛さが。上唇と舌をあんまりくっつけたくがない。でもさっきめっちゃ大量に食べたからあとちょっとになりました。よし、残り二口でいきます。あ、終わる。残り一口。ごちそうさまでした。食べました。あー、もうとにかく今食道が痛い。熱い。いかがだったでしょうか。いや、なんかもう食べきったことへの達成感がすごいんですけど。はい。なんかいろんな調味料かけてみたんですけど、一番辛みが抑えられるのが、なぜか味の素でした。でもジャリジャリ感とか、あとなんか甘みが追加されるんですけど、それが苦手だったのでこれは全然追加しませんでした。その次に辛さが抑えられたのがこちらのオリーブオイルでした。マジですごい。ザ油分だからなのかもしれないんですけど、辛さが本当に抑えられます。あとこの豆乳が命の恩人すぎて、本当に皆さんエンドウを食べるとき本当豆乳をおすすめします。でもなんかソースの旨味自体は普通にあるんですよ。だから辛いのが得意な方とか、ちょっと気になってる方とかいたら、よかったらペヤング焼きそば激辛マックスエンドウをぜひ食べてみてください。はい、では今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。